コンビニでエッピーな本を買ったレジの方が昔好きだった人でした。ホームセンターの駐車場にあったいろいろ売っている食べ物屋さんであんこのたい焼きを買ったたこ焼きの具が入ってました。夏休みに遅寝遅起きを繰り返していたら一周回って早寝早起きのサイクルになってました。車の運転中はどんな交通条件でやはり歩行者優先ですので僕は必ず横断歩道で止まるようにしてます。特に雨の日はビッグチャンスですので、いや、特に危ないので絶対止まるようにしていません。自転車に乗ろうとしたらサドルがなくなっていて近くを探していたらこんな人がいたので疑ってしまいました。お口に参考、口内炎ができている時に空いてそうという理由だけでインドカレー屋さんへ入ったらお店のご主人からもう味に自信ないからもうお店畳もうと思ってるんですよという話を涙ぐんでされ出てきた激辛カレーを必死に美味しそうに食べました。インドへ帰ったら日本での経験を生かして俳優になろうと思います。カレー屋じゃないんかい、せめてそこは寿司屋だ。それで女優と結婚しようと思ってます。夢を追うんかと思ったら動機不順か。それでふとテーブルの上にあったインドの紹介パネルを見たらウッタルプラデーシュ州について書かれた記事が日本でいう県なのに人口2億4000万人と書いてなんかつぼっちゃって笑いをこらえることになっちゃいました。パズルをやっていたら友達がワンピースのやってるのと聞いてきたので今1000ピースしてるところって言ったらめちゃめちゃびっくりしてました。登山へ行ったら小学生の登山に出くわし一列に並んで次々に降りてくる小学生全員から順次こんにちはを言われ笑顔の体力が落ちませんでした。土日のスーパーで先着100名様限定パン無料プレゼントを並びに行ったら僕の親戚が80人くらい並んでました。小5の時先生のことが好きな真面目に真面目なクラスメイトが僕は先生の自転車のサドルになりたいと思っていますと伝えていてそんなこと初めて言われたのかなんて言っていいかわからず黙り込んでました。